スタントマンによる自転車の交通事故の実演が行われたのは遠軽町にある中学校です。去年道内で発生した自転車利用の交通事故は死者が7人、負傷者が1328人でした。そのうち高校生や中学生以下の死傷者は507人で、およそ4割を占めているということです。中学生は自転車を利用する際はスピードの出し過ぎに注意するなど交通ルールを学んでいました。 JA 共済連北海道などは今後道内の5つの学校でこのような安全運転教室を開催する予定です。